寝た状態で膝を曲げましょう。膝をしっかり抱えて骨盤を起こす練習をします。息を吐きながら5回いきましょう。1、2、スマホ見ながらでいきます。3、4、5、両足伸ばして片足曲げます。片足だけ抱えていきましょう。腰浮かつけながらです。1、2、3、4、5、反対足も一緒です。1、2、3、4、5、 OK。 今度はゆっくり交互に足を床につけます。1、2、3、4、5、 OK。 曲げた膝を交互に伸ばしましょう。吐きながら5回。1、2、3、4、5、曲げた足を横に少し動かしていきましょう。1、2、3、4、5、足を伸ばして片足ずつ股関節を回しましょう。1、2、3、4、5、反対も一緒。1、2、3、4、5、曲げた足を開いたら戻します。腰が離れないように。1、2、3、4、5、片足上に伸ばして膝を伸ばしてキープ。1、2、3、4、5、反対も同じ。腰浮かつけて1、2、3、4、5、両足伸ばしたまましっかり抱えましょう。スマホ顔の落ちないように気をつけて5回。1、お腹を引っ込めながらしっかり抱えて。2、3、4、5、抱えた足を下ろしながら今度起き上がりましょう。5回、抱えて9、1、2、しっかり腰丸めて3、4、5、両膝抱えたまま足を手で抱えましょう。5回。1、2、3、4、5、膝を曲げてお尻を上げます。腰からゆっくりつけましょう。5回。吐きながら
1、腰を丸めながら2、3、4、5。今の動きをしながら腰がついたらちょっと起きる。首疲れです。頭を持っていきましょう。5回、1、2、3、4、5。肘をつきましょう。足を伸ばします。交互に足を抱えましょう。1、2、3、4、5。両足少し動かしていきましょう。5回、1、2、3、4、5。1回、足をしっかりぐるぐる振って腰を休めましょう。10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。両足抱えて開いて伸ばします。5回、ぐっと抱えて1、2、3、4、5。交互に足を上げましょう。お尻がつけて5回、1、2、3、4、5。起き上がりましょう。つま先を上げて前屈、腰を丸めましょう。5回、息吐きながら2、3、4、5。ゆっくり倒れたら普通に起き上がります。お腹に力を入れて倒れます。1、ゆっくり倒れて手で起き上がりましょう。2、3、4、5。寝たままで足を伸ばしておきましょう。できるだけ腰をつけて5秒。1、2、3、4、5。曲げます。これを5回、1、2、3、4、5。足の高さを調整してください。足がつくように1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。下腹ポッコリが引っ込んできます。体幹部が変わってくると体の全身変わってきますんで、続けてやってみてください。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画どっちか1本頑張ってみて、登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。
自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。